僕の生まれ故郷はかなりの田舎。近所に親戚がたくさん住んでいて、何かというとちょっとした親族の集まりがありました。そんな親族の集まりの中でも最も大きいのが毎年お正月の集い。親戚一同がほぼ一堂に会して女性陣の作った豪華な手料理を食べます。おお、ひろし、大きくなったな。何年生になった？もうすぐ6年生になるよ。まあ、まゆみちゃんは本当に綺麗になったわね。ありがとう。でもおばちゃんもいつまでも綺麗だね。まあ、口まで上手になって。そんな会話をみんなで交わしながら、大人たちはうまいお酒を酌み交わし、子供たちは普段飲めないような贅沢なジュースを飲む。食べて飲んで、それはみんなが楽しみにしている年に一度の会合でした。そんな楽しいはずの親戚の集まりが一変したのは、僕がまだ小学校低学年の頃のことでした。その年の正月の集まりも結構遠くからも親戚が集まり、本家の大広間には50人以上の大人や子供が集まっていました。女性陣の用意した豪華な料理がこれでもかというぐらい次から次へと出され、お酒やジュースも飲みきれないのではというほど用意され、誰もが宴の開始を今か今かと待ち構えていました。今年はまた一段と料理が豪華だな。早く食べたいな。あ、あれ前から飲みたかったジュースだ。早く飲みたいよ。その時です。一族の長老である一人のおじいさんがいつの間に用意したのかマイクを握りしめ、ゆっくりと立ち上がったのです。今日は皆の衆よう集まってくれた。わしは大変嬉しゅう思っておる。ただ乾杯の挨拶の前にどうしても言っておきたいことがある。なんだよ、毎年すぐに乾杯してたよな。乾杯の前の挨拶なんて初めてだぞ。何なんだ一体。今の世の中は便利になったのはいいが、便利になりすぎて挨拶をおろそかにするものが多い。特に若いやつに多い。スマホだかなんだか知らんが、メールやらなんやらで挨拶を済ます不届き者もおるそうじゃ。しかしじゃ、人間というのはお互いが直接会って挨拶をすることが人付き合いの基本というものじゃ。何なんだよ一体、今ここでする話かよ。この話長いのかしら。勘弁してもらいたいわね。ここの二人、何をこそこそ話しとるんじゃ。わしの話がまだ終わっとらんじゃろうが。そしてそのじいさんの話は10分ほど続いてもまだ終わる気配を見せようとはしませんでした。大体今の若いもんと来たら、これじゃせっかくの料理が冷めちまうよ。お父さん、早く食べたいよ。お母さん、私喉が渇いた。早くジュースが飲みたい。こら、そこのクソガキ。年寄りが話をしとるのに、食べたいだ飲みたいだとなんだ。目上の人間の話は正座してちゃんと聞かんか。まったくもう、どんな教育をしとるんじゃ。親の顔が見たいわ。目上の者を敬う気持ちがなくなってしまえば、この国は終わりじゃ。わしは世の中のそんな流れを食い止めようと。一向に終わる気配を見せない長老の話。大人も子供も皆豪華な料理と飲み物を目の前にして我慢を強いられていました。すると、おじいさん、もういいんじゃないですか。みんなお腹もペコペコだし、喉も渇いているし、挨拶はその辺で。一人のおじさんが勇気を出して切り出しました。しかし、貴様ごときの若造が何様のつもりじゃ。しつけがなっとらん。親の顔が見たいわ。黙って最後まで話を聞け。飲み食いくらい我慢しろ。わしの話が先じゃ。誰の静止も聞けない年寄り、もうその場は絶望感で覆われ始めていました。とその時でした。一人の男性が立ち上がり、豪快にお酒を飲み始め、料理をガツガツと口に運び始めたのです。誰もが長老の逆鱗に触れると息を飲みました。なんじゃ貴様。あ、しつけがなっとらんだ。親の顔が見たいだ。じゃあ鏡持ってこいよ。俺はあんたの息子だよ。あんたみたいにくだらん長話する親だから、こんなしつけのなってない息子ができたんだよ。それを反省するならさっさと話を終わらせろ。腹減らして喉乾かした子供たちに、食うな飲むなっていうのが親のすることか。親の顔が見たいってんなら鏡で見やがれ。これで文句ねえだろ。さあみんな、思いっきり食べて飲もう。まさか自分の息子から逆襲を食らうとは思っていなかった様子の長老。グーの音が出ないどころか血圧が上がりすぎたのか、大勢に運ばれ広間を後にしていました。広間に残った人々は皆嬉しそうに料理を頬張り、お酒やジュースを酌み交わしていました。